ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。ちょっとさ、もう勘弁してよ。何？あの今流れてるメガネビーキの CM、うん、あれ完全に増田が先週ここでやったど根性マスターのパクリだよね。ちょっとちょっとパクリはないでしょ。あれ増田のじゃん。ど根性ガエルだよ。ど根性ガエル。いいよ別に、うん、いいんだけど、うん、出来がひどい。特に矢作さんのひどすぎ。怒ってたよ。え？めちゃくちゃ怒ってた。誰？何怒ってたって。いや、誰がって。うん。マス吉だよ。ピョコン、ペタン、ピッタンコ。殿様がえる、アマがえる。冗談じゃねえやい！なあマスター、あんなんじゃこの平面マスターのマス吉様が黙ってねえぞってんだい。まあまあマス吉、そんなに怒んなさんなって。これを怒らずにいられるかってんだい。だいたいあいつは根性が足りねえ。根性根性ど根性だったんだい。でね、どうよ、これぐらいやんないと。まあでもね、マスターにはまだまだ武器があるからいいけどね。と、まあ余裕を見せたところで、最初のステイチューンです。東京都立川市、ラジオネーム、本名 OK、池上彰さん、45歳、マザコン気味の男性からいただきました。ありがとうございます。毎週楽しく聞いています。いや、それは嘘ですが、忍者修行の合間に聞かせていただいているでござる。先週はたまたま高橋コーチが夏バテということで修行がお休みになったので聞いていたところ、とても気になる箇所があったでござる。1時10分過ぎ、矢作さんが風邪をひいて野球観戦の途中で球場を出て、タクシーでホテルに帰る途中、うん、薬山に寄ってもらった、と言っていたのでござるが、薬山というのは、どこにある山なのでござるか。だからな、おそらく、薬草がたくさんある山なのか、もしくは、うん、薬そのものがたくさん生えているところなのか。うん、いずれにしても、普段から怪我が絶えず、野山を駆け回っている我々忍者からしたら、夢のような山でござる。そうだろうね。ラジオで場所を言うと、人がたくさん行ってしまって、薬がなくなってしまう、という怖さもあると思うので、うん、ぜひ、ヒントだけでも教えていただけないでござるか。まあ、それテレビで見てたんだけど、こ、うん、れで10時ぐらいかな。に、あ、でも何でも食べてないから、薬飲んで寝ようと思って、最後、薬山を寄ってもらってね、タクシーで。タクシーで行ったんですね。薬山、ね。薬山行ってんじゃん。続いてご紹介します。東京都杉並区、ラジオネーム、世界にゃんにゃん島、杉並支部、会計係補佐、猫山にゃん吉さん、56歳の男性からいただきました。ありがとうございます。こにゃにゃちば、世界にゃんにゃん島、杉並支部、会計係補佐の猫山にゃん吉ですけど、ちょっとちょっとお二人、勘弁してくださいにゃ。先週はちょうど、にゃんにゃん島夏の恒例行事、にゃんこロックフェスティバル、かっこ、いわゆる、にゃつフェス、人間界でいう、夏フェスです。かっことじ。の出し物を練習していて、
帰りが遅くなったので聞いていたところ、2時5分前かっこ人間界で言う2時5分前ですかっこ閉じに、ヤハギニャンがニヤぬるいよと猫語で喋ってたニャ。まあいいかと思って聞き流してたんだけど、その後二人がこれニャンニャン島から来るぞっていじってたから、仕方なくこのメールを送ってるニャ。いやいいね、もうちょっと二人ともニャンニャン島を意識しすぎ。ハードル上がるニャ。でもまあ名前を出してくれるのはありがたいので、お礼にこの夏にしか食べられない腐りかけの魚を送っておくので食べてくれにゃ。いやいや、かき氷みたいな、ガリガリ君と比べてみ、ガリガリ君とソフトクリーム比べてみ、同じだよ温度多分。ニヤぬるいよ。ニヤつだよ。やばい、ニヤニヤとから来る。続いてご紹介します。福岡県福岡市、ラジオネーム元ソフトバンクの4番博多のスラッガーこと柿畑弥生さん、55歳主婦の方からいただきました。ありがとうございます。暑い毎日が続きますが大丈夫ですか？本編は生放送だから大丈夫でしょうが、先週のポッドキャスト故障してましたよね。4分あたり一口目がまずい食べ物の話をしているあたりで、矢作さんが食べてると美味しいよと喋った時、急に音がスローになったんです。おそらくポッドキャストは収録なのでテープが伸びてしまったのではないでしょうか。この暑さで機械が故障してしまうのもわかりますが、